ベテウベルとは、オランダロッテルダム港とドイツのルール地方を直結するための貨物専用鉄道路線でテファンの一部をなす。貨物列車の高速化、高頻度化によりロッテルダム港の国際競争力を高めるとともに、在来線を走る旅客列車の柔軟なダイヤ設定や遅延の解消、さらには道路交通から鉄道へのモーダルシフトを狙ったプロジェクトである。建設は、 プロレールが行っており、開通後の管理も同社が行う。2007年に開通した。ベーテューベという名称は、ライン川下流の定地に、ローマ時代住んでいたバタビ族とその土地、バタビアのオランダ語内誌はドイツ語で、バタビアは、バタビア共和国やジャワ島のオランダ東インド会社、占領地、バタビアなどにも使われてきた。路線図、左端のオランダロッテルダムから、 ヘルダーラント州ゲルデルマル全経由でゼーフェナールまで。全体図の右端のピンク部分が概ねドイツルール、地方。路線は、ロッテルダム高生端のマースフラクテ西貨物駅から、ゼーフェナール東方のドイツ国境直前までの伏線160キロメートルで、あるが、完全な新線区間は、ロッテルダム南方の開封フック車場から、東側の107キロメートル余りである。 ロッテルダム構内から海部フック操車場までは基本的に在来線を複線化して利用するが、運河を渡る既存の小海橋は地下トンネルに置き換えられる。また合わせて平面交差を立体交差に置き換える工事も行われている。海部フック操車場北方では、平野ーールート貨物駅やロッテルダム、中央駅方面からの列車と進路が重なるため、 複線が副単線に増強される。途中ゲルデルマルゼンデンボス艦と内目編アルンヘム艦で在来線と交差し、それぞれ連絡線が設けられる。環境保護のための短いトンネルや地下トンネルも含め200カ所近いトンネルが設けられる。最長のトンネルは全長8115メートルのソフィアトンネルである。海部フック走車場すぐ東側にあり、 キューマース川と既存市街地を一気にくぐり抜ける。新線区間の8割程度は既存の高速道路沿いに作られ、環境への影響を最小限に抑えた。ベテウベルート建設に合わせ関連施設の改良も合わせて行われ、開封フック走車場の処理能力が1600両、日から2800両、日に増強され、構内には立体交差を設け平面交差を 最小限にする。またドイツ側では、ベーゼルからオーバーハウゼンまでの線路増強や、オーバーハウゼン駅構内の立体交差建設による、平面交差の縮小、オーバーハウゼンヘルネ間の伏線化、踏切の解消などが行われている。オランダ標準の電化方式は、直流線5 0 0トであるが、ベテウベルートは、交流2 5ルト5 0ルツで電化される。 重量貨物列車が高速で走行するには、従来の電化方式では力不足と考えられたためである。しかしこの選択には疑問の声もあり、事実、アーファはこの電化方式に反対している。ドイツ標準の電化方式は、交流 15KV、1 6 7ルツであるため、ロッテルダム港からルール地方へ向かうには新たに3電源対応の電気。 機関車を用意する必要があるためである。商用周波数を利用することには合理性もあるが、運行会社に嫌われては、新鮮建設の意義が薄れる。現状でも二電源対応の電気機関車購入を嫌い、全線が電化区間であるにもかかわらず、ディーゼル機関車で運行される貨物列車もあり、ベテウベルート開通後はこの割合が増える可能性もある。保安設備は、 アルストム製の E t o x レベル2で合わせてアートムズを採用する。UIC の D4 規格に準じた線路規格で軸重22.5トンの列車が最高速度時速120キロメートルで走行可能である。列車密度は最大1時間10本までを考慮している。10から15キロメートル間隔で上下線間に渡り線を設けているほか対比線が数箇所に設けられる。 また将来コンテナを二段積みにして輸送できるよう、トンネル断面や立体交差部は高さ方向に余裕を持った設計になっている。ありがとうございます。